一本しめじは、原竹目、一本しめじか一本しめじ属のキノコ。一本しめじについては、未知の種を含めて異なる複数の種が混在しているとの指摘がある。北陸のキノコ図鑑では、正しい写真を掲載している市販の図鑑が少なく、北関東の一部地域などでは、食用の裏辺に補定しめじを地方名で一本しめじと呼ぶことなどから混乱の、 原因になっていると指摘されている。秋に、紅葉樹林家に生える。傘は7から12センチメートル、ま、んじゅう型から、中高の平らで、古くなると円が反り返り大きく波打つ。傘の色は、淡い灰色から淡い黄土色。柄は10から20センチメートルで、直径は1.5から3センチメートル。毒キノコであり、過去の例では下痢、腹痛。 王ト等の症状が報告されている。茨城県など一部地域では、食用の裏ホテ定しめじを地方名で一本しめじと呼んでいるが別の種であり、さらに、裏ホテ定しめじと毒キノコの草裏ニタケが同じ時期に発生することも混乱の原因になっている。そのため、標準和名を覚える、要啓発活動が行われている。 東京都内での1952年から2012年までのキノコ食中毒事件の約4割が一本しめじまたは草浦紅かけが原因の食中毒である。ありがとうございます。